かりです。えこです。ゆなです。ひめかです。アリエです。ピンクラテ TV 始まるよ。イエーイ。今日の企画はみんなでお菓子パーティー。イエーイ。お菓子パーティーしたことある人？家で一人。家で一人で寂しくお菓子パーティー。それパーティーじゃなくない？いただきます。いただきます。これめっちゃ長いです。スナックしようよ。126センチだそうです。うーん、これを半分にちぎったら交差して引っ張って、ちぎった方の方が負け。いっせーので。え、ちぎれる？え、そうよすぎやー。もう一回いける？コーラめげしそうだ。イエーイ。いいよ。いっせーので。これ結構弱ってきてるよ、夢が。あーやった。やばい。あ、ピタンってしてる。ここはこう、なんかピタンで食べたいです。うん、うん、わかる。うん、わかるね。パウダー増量が大事。パウダーだけ舐めてるから。やばいね。砂糖と塩混ぜて舐めてたらいいじゃん。え、砂糖と塩でできてる？わかんない。でもなんかちょっとしょっぱくない？私のおすすめのお菓子はファミマのエビせんです。いろんなコンビニで売ってます。それぞれのコンビニで味がちょっとずつ違って、私はエビせんだと濃いめの二度漬けって書いてあるやつがおすすめです。どこのコンビニ？セブンだったっけな。でもどこのエビせんも好きです。おすすめです。私のおすすめはアンパンマンペロペロチョコです。小さい時から好き。本当に美味しいし、なんか美味しい。美味しいし。おすすめです。私はフェルトチーネグミです。一番はコーラが好きです。おすすめです。私のおすすめはお絵かきグミランドです。今は水がないからできないけど、どんだけうまくできるかとかって友達と勝負したりして、しかも味も美味しいし、試してみるといいと思います。私はコロロです。マスカット味が大好きです。ちょっと食べてる感じですね。私のおすすめは原子パイです。原子パイって周りがなんていうのかな、パンの耳があって、そこだけをきれいに取れるかみたいな。ハートのこのここがちょっと難しいんですよ、取るのが。それをうまくできたらあ、ラッキーみたいな感じで。ラッキーやってみて、やってみて。味も美味しいし、ここもね、うまく食べれるからね。やってみてください。はい、というわけで、みんなのおすすめお菓子でした。もし、この動画がいいと思ったら高評価